本人メジャー初快挙に、また一歩近づいた。現地8月18日、ロサンゼルスドジャースの大谷翔平が敵地でのセントルイスカーディナルス戦に、1番指名打者で先発出場し、2試合連続となる39号ソロホームランを放ち、チームの勝利に貢献。2年連続3度目の40本塁打に王手をかけ、メジャー史上6人目となる40本塁打、40盗塁が現実味を帯びてきた。同が相手は諦めて見送るのみ、大谷翔平、2試合連続39号ソロ弾。両チーム無得点で迎えた5回だった。大谷は相手先発ソニー・グレイの初球を捉えると、打球は弾丸ライナーでライトスタンドに一直線。打球速度 113.5 マイル、約 182.7 キロ、飛距離396フィート、約 120.7 メートルの超早引きで吸い込まれた。シーズン50発というハイペースでアーチを量産し続ける大谷。2001年にショーン・グリーンがマークした49本塁打の球団記録を上回る勢いに地元記者も感服だ。ドジャース専門メディア、ドジャースネーションの番記者を担うノア・カムラス氏は日本人スターの39号アーチを見届けると、自身の X、旧ツイッターを更新。ドジャースでの最初のシーズンで、大谷は50本塁打達成に向けて真剣に取り組んでいる。彼のシーズンでのキャリア最多は46本だ、と紹介した上で、彼は、なんて特別なシーズンを送っているんだ、と興奮を隠せなかった。同メディアの番組で司会を務めるダグ・マッケイン氏は、大谷が右方向にソロ本塁打を放ち、ドジャースが1対0でリードしている、と途中経過を伝えた上で、翔平大谷はこのところ数字を落としているが、と打率やオップスが降下していると指摘。不振気味だと気にしつつも、彼のキャリアをずっと見てきた人なら、これは驚くようなことではないだろう。彼は気まぐれなところがある。翔平は翔平らしくさせておこう。と述べ、ベテラン記者ならではの洞察で大谷に対して変わらぬ信頼を示している。この日で大谷の打率は290に下がるなど、8月の月間打率は174と見過ごせない数字だと言える。それでも2000連発の日本人スラッガーにデイブ・ロバーツ監督は、彼はいい打席を送っている。ストライクゾーンをコントロールしているときは、彼よりいい打者がいるとは思えない、と称え、心配無用だと強調。指揮官から高い期待値が寄せられている。